衣装に着替えた3人を待っていたのはスタッフとの顔合わせだった。撮影と演技指導は私自身が、脚本のランキーが担当します。え、監督は誰がやるの？お得の人？ラプンツェルにとって一番重要な質問をされた人形たちは、見てもらった方が早いと扉を開ける。しかしてそこにいたのは、我が輩が偉い監督である。すべてのスタッフは我が輩に従うべき。現れたくるみ割り人形の姿に、人魚姫はとても悲しげな顔でつぶやいた。撮る前から他作とわかるなんて、この上ない悲劇だわ。リハーサルじゃ。まずは発声練習から。くるみ割り人形はかわいい、かっこいい。くるみ割り人形は素敵、イケオジ、最高。兄様、心の底からめんどくさいです。腐っても男の人だから大切にしないと。こんな監督に従うなんて悲しい。兄様、やっつけて。くるみ割り人形の無茶ぶりにげんなりした三人など見えないかのように、義心は暗記が書いた脚本を開く。だがその表情がすぐに固まった。暗記、探偵たちの館の主人と安心ですか？はい、ここはどうにか。館の主人なんて用意してませんよ。人形たちは慌てて役者を狩りに行